今日は公園に遊びに来ました。これを組み立てていきたいと思います。この前はグライダーを飛ばしたんですけど、今回はこのグライダーを飛ばします。これが本体で、これが主翼で、これが尾翼で、これが頭で、これが重りです。できました。前回この飛行機で公園に遊びに行ったんですけど、周りの人がたくさんタコをあげていたので、今回はこの飛行機をタコにしていきたいと思います。使う材料はグルーガンとハンダとペンチとサーボモーターと受信機と ESC とカッターと棒と定規とストローと、これは火で炙ると縮まるやつです。今回使うバッテリーは 7.4V 300mAh のやつです。
ました。この間作った飛行機を飛ばします。